本日も、当チャンネルの動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。どうも皆様こんにちは。今回の実況は、大回り乗車だぜ。当チャンネルでは、今まで大阪近郊で大回りをしてきたが、今回より東京近郊中心に行う予定だぜ。なお、うつ主は関東の鉄道についてまだまだ未知なことが多いので、間違いも多々あるかもしれません。だから、そのあたりはコメントなどでフォローをよろしくお願いいたします。それでは、本編に参りましょう。おはようございます。今日はまだ安定していない甲府駅からスタートだぜ。安定している、という定義がよくわかりませんか。ここ甲府駅は駅ビルもあって立派な駅舎となってるぜ。費用をケチるためにも8時12分発の普通電車に乗るから急ぐよ。どうせ間に合わな。ま、これは想定内の結果ということで、8時半まで普通電車を待つのも面倒だから特急開示号に乗りましょう。ちなみに、特急料金代はおいくら？駅ネットチケット列で700円かかった。一般的な関西人ならとても払えない値段だな。通常料金で行けばなんと1000円もかかっちゃう。あずさ開示から自由席が廃止されたから、気軽に乗れなくなったな。新たな着席サービスと称した実質的な値上げだよね。実際お客さんからはどのような声をいただいているのであろうか。 JR 東日本さんは将来的に全ての特急を全席指定にしたいのかな。それじゃ東京方面に向かって出発進行。到着した時にお客さんが乗っていたぞ。開示って甲府発着じゃなかったのか。特急開示は2往復だけ一つ先の雄王まで足を伸ばしています。E353 系のチャイムってこの4打点しかないのかな。有言実行が大切なので可燃定期を映しておきます。前の動画を見ていないという人はそちらもチェックだぜ。身延線と分岐じゃなくて、さよならすると坂折駅が見えてきます。今回は撮ってないんだけど、いつも通り座席周りの紹介をしましょう。まず、座席背面テーブルは最近の車両だからか標準装備。座席背面ポケットには新たな着席サービスの案内が入っています。さらに、ドリンクホルダー付き、肘掛けも上下するぜ。また、日よけは JR 東日本さん標準の上から下ろすタイプとなっています。座席に信号は、ついてるわけないじゃないですか。これは信号じゃなくて特急券発売状況ランプですよ。予約済みは緑点灯。間もなく予約済みの区間になるときは黄色点灯。空席は赤色点灯になるらしいです。人間の心理的に赤はあかんっていうイメージがあるから空席を緑にした方が良くないか。今のギャグで凍えた人は熱いお茶を飲んでくださいね。最初の停車駅、伊沢温泉を出たぜ。笛吹市の中心駅ですが、今年のダイヤ改正で全てのあずさが通過に。そのことで京都山駅があずさの停車で揉めてた記憶があるぜ。揉めたけど、決定したことはそう簡単に変えられるわけがない。対策として、特急開示を無理やり松本まで延長したとか、通称、新州開示と呼ばれるやつだな。どうしてもあずさを京都山駅に止めたくないらしい。この辺りを走ってる時って結構早いよな。甲府盆地の中は比較的直線が多いから比較的早いようですね。実際大津で見てると東山梨とか春日井町の通過周が多い気がするぜ。あと、この周辺はよく花が咲いているな。なんという花かはわからないけど、沿岸を出ると坂道を上がりながらカーブするため、ご覧の通り甲府盆地を一望できます。次の勝沼ぶどう郷を通過すると高尾までずっと山だぜ。盆地を抜けると関東平野まで開けたところはなく、トンネル地獄となりますよ。車内案内表示器は中央線特急で始まった新たな着席サービスのことを言ってるな。先ほど言ったように、これはただぼったく。沿山の次の停車駅は富士山に一番近い鉄道との乗り換え駅、大月です。富士山に一番近い鉄道とは、富士急行線のことだぜ。関西でもよく見る205系もどきが見えましたね。
さらに、これから富士急行線に入る富士海流91号もいるぜ。臨時列車には E257 系が充当されるようです。まだまだ山は続くぜ。駅名がわからない駅を通過してますが、山道だからかあまり速くありません。ま、飯田線とか身延線の特急よりはマシであるがな。飯田線は乗ったことがないから発言根拠はないけど。そして上野原駅を通過。ここが山梨県最後の駅で、一瞬神奈川県に入った後、東京都になります。以前はごくわずかの特急が停車してたらしいぜ。だから建造物とかも多いのかな。あずさ5号とすれ違うぜ。あずさ号って停車パターンが多くてわかりづらいよね。こいつらを名付けて停車パターンが多い四天王だ。これはうぷ主の主観ですのでご注意ください。普通電車等の運行形態が変化する高尾を通過。この先は他の関東実況者様の動画でおなじみの車両も多く出てくるからな。関東の通勤電車は関西に比べても両数が長く感じるのはなぜ？新快速12両に対して中央線快速が10両なのにな。甲府から駒を進めることジャスト1時間、八王子に到着です。せっかく乗ってきたということでお見送りだぜ。お隣の横浜線片倉までの切符を通して大回りスタートだぜ。まずは中央線を進んでいきますよ。中央線の東京高尾間は E233 ばっかりだよな。最近になってやや古い車両が導入されたらしいんだけどね。209系だったかな。209系を投入するなんて時代がタイムスリップしたみたいじゃないか。なぜ投入したかという真相は不明です。ちなみに国分寺より先に行くには中央特快が先に着くようですが、今日は快速に乗りたいという気分だったのでそのまま乗っておきます。中央特快なんて阪和線の快速よりも遅い気がするぜ。関西の快速と比べたらいかんのだろうが。今出てる E353 系はあずさ7号ですね。八王子を出ると甲府、茅野、上諏訪にしか止まらない速達タイプです。ここに来たら形だけ見覚えのある車両が登場。その名は205系。武蔵野号らしいですが、大宮からどのような経路で行ってるのでしょうか。我々にはさっぱりわからない情報だぜ。変速音も今時の VVVF じゃないことがなんとなく新鮮に感じます。日野駅を越えて青梅線と乗り換えできる立川に到着だぜ。青梅線の末端の奥多摩ってどのような感じなんでしょうね。うぷ主のイメージでは東京都のくせにものすごい田舎だということらしいぜ。ま、実際に行ってみないとわからないんだけどね。首都圏の電車はやっぱり遅めですね。いや、逆にうぷ主が新快速の洗脳となるものを受けていただけじゃないか。確かに分類上の普通列車で130キロは飛ばしすぎだよね。だからあれは無料特急だとかチート快速だとか言われてるんだぜ。早く首都圏の電車たちにも慣れないといけないね。はい、武蔵境駅でございます。ちょいと昔にハッシュタグ武蔵境通過ゲーとか流行ってたな。もう面倒くさいので画面上にハッシュタグは出しませんが、武蔵境の次の駅は三鷹。今年のダイヤ改正で特急停車本数がゼロに。近くにジブリミュージアムとかもあって割と観光できそうな場所なのにな。今回の中央線のダイヤ改正は利便性の低下と速達性の向上だな。本日は土休日ダイヤのため吉祥寺から快速運転が始まりますよ。だから西荻窪を通過。曜日によって停車駅が変わるって面倒くさいじゃないですか。だったらもう毎日止めなくて。それを言うのはまずいですよ。この世の中は消されなければよい、すなわちバレなければよいのだ。検閲する側もプロだから、バレるときはすぐバレるんだよ。
さっきから私たちは何を話していたのだろうか。しょうもないことを話している暇があれば実況に戻るぞ。日本一乗降客数が多い駅、新宿です。日本に限らず世界一多い乗降客数を誇る駅らしいぜ。なお、大阪の中央線特急はここ新宿駅仕立てとなります。もっと東京発着とか増やせば利便性も向上するのにな。東京駅のホーム容量が少なすぎるのが原因なのかしら。お茶の水で中央線の各駅停車とバリニャラして、次の患者で降りましょう。東京まで行かなかったのは後で東京を通るからだぜ。これは大回りの不足上仕方がないんです。山手線か京浜東北線はガチャで決まるが、ガチャの結果は京浜東北線快速だったぜ。この京浜東北線、日中は各駅停車ゼロなんだけどね。各駅停車ゼロなんて普通はありえないだろうに。それをありえるものにするのが JR イーストなんでしょう。それはどこでも天才な。なるべく伏せておきたかったけど、どうしても伏せられないものもあるのですよ。伏せなかったらいずれ空洞被害が起きることもあるぜ。空洞被害が起きたら起きた時で考えましょう。約5分で上野に到着。ここからは常磐線の終電に乗っていきましょう。終電とは中距離電車の略だぜ。常磐線では取手までが終電の運行区間となります。本当は E531系に乗りたかったけど、時間的に品川始発で座れないからな。地平ホームを横目に見ながら出発します。地平ホームというと、まず第一に思い浮かぶのが上野発の夜行列車なんだぜ。それを言うのは著作権的にヤバいかもしれません。あと、現在上野発の夜行列車というと敷島しかなさそう。あの金食いゴールデンイモムシ、登るだけで結構お金取られる世界一高い電波塔です。ウプ主が初めてそれを見た瞬間であった。高さはなんと634メートル。これは旧国名の武蔵にちなむそう。東京タワーの333メートルの2倍近くあるぜ。何かと構造が複雑な北千住駅、東京メトロのサムシングが電車で便を申し込もうとしているぜ。ちょっと見てみますか。対戦放棄したということなので、結果はドローということで。北千住の次は松戸です。各駅停車用のホームと長さが違うな。快速といっても駅を通過するのではなく、どちらかといえばホームがないため、通過せざるを得ないと言った方が正しいかもしれません。首都圏の快速って大体そんな感じだよな。我々が思う快速とは若干異なるかもしれないぜ。特急も止まる柏駅に着きました。ウプ主はここが千葉県であるなんて思いもしていなかったらしい。ウプ主の千葉県のイメージといったら夢のネズミ帝国と房総半島だからな。千葉県の内陸部に関してはまだあまり分かっておりません。アビコに着いたので降りるぜ。アビコと聞くと阪和線のアビコ町駅が真っ先に出るのはウプ主だけ。誠に申し訳ないが、ここで飯テロを入れさせていただくぜ。アビコに来たならば、この弥生県の唐揚げうどんとかそばをいただかないと。ちなみに1個入りで注文したら、小さいという理由でもう一つつけてくれたんだぜ。なんて親切な店員さんなのかしら。本当にありがとうございます。次は成田線に乗っていくぜ。ただし、これはアビコ支線と呼ばれる路線らしいよ。桜から松木市までの本線、ここはアビコ支線。成田から成田空港までの空港支線があるらしいぜ。路線が多くて割とわからない路線になっているね。それじゃ、走るんですに乗っていくぜ。位置エネルギーを増加させながら常磐線とお別れしていきます。この言葉を言われてわからない人もいっぱいいるから、専門用語を使うのはなるべくやめようぜ。高さが上がるって言ったら面白くなさそうだし、動画は万人にわかりやすく伝えるものだろう。さて、それはどうなんでしょうか。が見えました。なんとどうでもいい情報だぜ。あと、どこぞの関西資本のホームセンターの真似しなくていいから。ホームセンターネタってなんだか面白いじゃないですか。どこかのちょいと田舎な駅に到着したぜ。この辺りをウプ主はほとんど知らないのでご了承くださいませ。千葉県内は金鉱農業が盛んに行われているため、田
旗が多いですね。大消費地東京の近くで栽培することで輸送コストを削減してるんだよな。成田線、我孫子支線はネタが少なかったのでちょっとすっ飛ばしました。成田エクスプレス、略してネックスが通過してくぜ。 E 特急期間のくせに A 特急料金を取られ、グリーン車も100キロ以内だったら料金は通常の2倍、しかもそのグリーン車もかける2配列なんですよ。そんなの乗ってられますか？粗悪であることを知らない外国人からぼったくるための秘策なんて。黙れ検閲、もっと言ってやるぞ。これはただのぼったくりだ。おいおい、成田エクスプレスに乗ることになったじゃないか。検閲を無視するとこのようになってしまうのね。でもさ、ネックスは東京から成田空港までノンストップじゃなかったか？ノンストップじゃない区間を乗ることしかないようですね。だから、ここからなんとかして東京に向かいましょう。2階建てのグリーン車にも乗ってみたいものだぜ。どちらかといえば A シートの方が好みかな。あっちは分類上は普通車で、料金も金額500円だよな。このチャンネルではいつ乗ることになるのだろうか。それでは、この電車で行けるところまで行きましょうか。秒数が長いから、爆弾で時間を潰してもまだ余るんだよな。これぞ首都圏の恐ろしさ。近畿圏と比べても人口はかなり変わるからね。やっとのことでドアが開いたぜ。ボックスシートが空いてるので座っちゃいましょう。先ほど乗ってきた電車を横目に見ながら出発です。上野から常磐線と成田線を経てここに来る電車もあることを初めて知ったぜ。折り返し列車が実際上野までリターンするようです。ここは南徳駅、止水だぜ。うぷ主みたいにサケサケイとかシュシュイって読まないようにね。実際このような読み方だったら拍子抜けするぜ。特に何もなかったので千葉までカット。ここで乗り捨てます。だんだんと編集が雑くなってきてるぞ。特急しおさいに乗りたかったけど、時間が合わなかったので断念。結局再び快速に乗って駒を進めるわけか。東京までのルートは、総武線か京葉線かで天秤にかけるのですが、京葉線は夢のネズミーランドの前を通るということもあり、やめました。そんな理由で乗らないのかよ。今日は日曜日で、前浜から先は混雑するかもしれないし、なるほど。あと、内房外房を使って蘇我まで出るのも面倒くさいし、快速線を走るから、お隣の観光線の各駅停車をどんどん抜いていくな。駅を飛ばすということがなんと素晴らしいことなのでしょう。哲学的な文章はわけわからないぜ。現在どこを通っているかがわからないと実況できないんですよ。大英とかニトリの複合店舗が見えるぜ。割と大きいショッピングモールですね。錦糸町駅を出ると、中央線に突っ込んでいく観光線とはおさらば、新宿直通の暴走特急とか千葉あずさがいくルートだな。東京は総武地下ホームへの到着となります。我孫子あたりからずっと駆け足になって申し訳ございません。余談だが、うぷ主は東武地下ホームと京葉地下ホームを混同していたらしいぜ。ちょっと東京駅で時間を潰していたら、乗りたかった詳細が来ていました。なんと、255系バイク検定。一時期は初めてからなんでこんなに来るのでしょうか？霊夢が出てきた時期を変えたことによるネックスの乗車だぜ。これで東海道線の大船まで快適に移動しましょう。なお、お値段は駅ネットチケットレスで1070円かかったよ。初乗りで1070円ってかなり高いな。参加みたいに人員席があればもっとお得に行けたのに。今回やってきたのは E259KME1 編成だぜ。255系に続き、なんで成田エクスプレスまでがこうなるのか。こんな駅から上にエクスにも降りてはいるのであろうか。多分いないよ。上り成田エクスプレスにとっては、東京はお客さんを降ろすための駅だから、だから降りる人がいっぱいいるのか。品川までずっと地下線なので、最初に座席周り紹介です。座席背面テーブルは当然のごとく装備されているぜ。また、座席のポケットにハネックスのご利用案内が入っています。日よけはこちらも JR 東日本産の標準タイプ。何か模様が書かれていますね。また、これは普通車であるが、可動式のピローが装備されているぜ。あと、座席間隔も一般的な特急車両より広めで、足を十分に伸ばせます。ま、こんな感じで昔のグリーン車に匹敵する装備を備えているぜ。逆に、
グリーン車はさっきの座席を本革張りにして、フットレストをつけただけと考えれば良いでしょう。それなのに、通常より高いグリーン料金を請求されるんだぜ。正直、グリーン車に乗ることはお勧めいたしません。そして、列車は品川駅に到着。さっき東京で切り離した後ろ6両の新宿行きは当駅を通過するらしい。新幹線全種別停車駅を通過するなんてすごいなぁ。品川からは通称品鶴線という線路を走ります。だから、川崎駅の代わりに武蔵小杉駅に停車するぜ。運賃計算上は川崎駅を通ったことにされてしまうらしいですが、ルートが複数ある場合は運賃が安い方で計算するのが通例だからか。神奈川県の県庁所在地、横浜に到着だぜ。横浜市は、日本で2番目の人口を有する都市ですね。なぜ大阪よりも人口が多いのだろうか。多分首都圏であるということが関連するのでしょう。横浜から途中戸塚に停車して、終点の大船に到着。なんで大船に相模線かだって？もちろんそれは嘘。東海道線の普通電車が満員で、映像が撮れなかったんだぜ。だから、茅ヶ崎まで飛んじゃってるんです。ここから橋本までひたすら相模線を上がっていくぜ。ちなみに車両は205系の顔がおかしいやつです。E233 系湘南色を横目に見ながら出発です。相模線には快速という概念がないため、橋本まで各駅に止まるぜ。ちょっとぐらい快速電車が走ってたらありがたいんだけどね。単線運転のためこのように交換待ちをすることもしばしば。単線の割に本数が多い。性質が奈良線とよく似てそう。割と田舎な路線なんだぜ。ぼーっと旅をしてたので、橋本まで動画を撮っていません。ぼーっと旅してると誰かさんに叱られるので注意だぜ。この先は横浜線の勝手でゴールの片倉まで行きましょう。車両は首都圏で大量発生している毎度おなじみ E233 系だぜ。もう編集するの疲れてきました。助けてください。ゴール、片倉駅に到着。自動改札機は時間超過で悲鳴を上げたので素直に有人改札機。とまあ、相模線から突っ込んできた電車で八王子に戻ってきたわけです。なんと、定期の富士海流号に遭遇だぜ。方向幕に富士山をあしらっていてかっこいいですね。さらに、500駅系の移動した中央線の電車にも遭遇。オレンジバーミリオンは関西でも絶滅危惧種に指定されましたね。それを復活させようと、E233 系にラッピングを施したのか？さらにさらに、向こうからやってきたスペーシアも見れましたよ。せっかくだから出発シーンを流しておくぜ。今回も座席を指定しておいたぜ。座席をしてもしなくても、値段は変わらないので指定しておくことをお勧めします。このあずさは、八王子を出ると甲府まで止まらないらしいぜ。だから、大月もこのような感じで華麗に飛ばしてしまいます。大きい駅を通過するってなんだか心地いいな。八王子の次の甲府で降りましょう。なお、次の停車駅は小淵沢らしいです。最後の方はめちゃくちゃ雑になりましたが、いかがだったでしょうか？これが平成最後の動画となるぜ。それでは、次回令和初の動画で会いましょう。